続いてはワールドリポート。今朝はフランスからです。新型コロナウイルスの感染が落ち着いてきて、2ヶ月にわたる厳しい外出制限が緩和されたフランスなんですけれども、今自転車が脚光を浴びているというんですね。パリにあるヨーロッパ総局の藤井敏弘記者に聞きます。藤井さん、おはようございます。おはようございます。外出制限が緩和されたフランスで自転車が脚光を浴びているということなんですけれども、これどういうことでしょうか？はい、私はパリに住んでいますが、とにかく自転車が増えたと思います。もともとツールドフランスという自転車レースが人気で、レジャーやスポーツとして親しむ人は多いんですが、普段使いする人はそこまで多くなかったと思います。ただ外出制限が緩和された先月11日からはどんどん増えていったという印象です。特に中心部では道路を渡るときには車以上に自転車に気をつけなければなりません。これ外出制限が緩和されてからとにかく増えたということなんですが、その理由はやはり、はい、新型コロナウイルスの影響です。はい、パリは地下鉄やバスが非常に発達しています。政府は人が密集する交通機関で感染が広がるのを防ぐために、通勤時間帯には勤務先の証明書の携帯を義務付けています。持っていないと日本円で1万6000円余りの罰金が科せられます。一方で市民の方でも感染を恐れて利用を控える傾向がありまして、地下鉄やバスはラッシュアワーでもかなり空いています。その代わりに利用が増えているのが自転車なんです。政府が公共交通機関の利用を制限したり、市民も感染を恐れていて、その代わりの交通手段として自転車の利用が増えているということですね。そういうことです、うん、また政府が通勤に自転車を使うように促していることも大きな理由です、はい、外出制限の緩和に合わせて自転車で通勤できるように暫定的に自転車レーンが都市部を中心に設けられました。車道の一部を黄色い線で分ける形で設置されていまして、国内で総延長は1000キロに及びます。パリでは特に混雑する地下鉄の3つの路線に沿って合わせて50キロのレーンが設けられていまして、朝と夕方にはかなりの数の自転車が行き交っています。政府によりますと、自転車の利用は外出制限が行われる前に比べて 44% 増えたそうです。政府は長年使っていなかった自転車の修理費用や、初めて自転車に乗る人向けの講習会の開催費用を補助して自転車の利用を後押ししています。徹底してますね。これどうでしょう、このまま定着して自転車の時代が到来するんでしょうか？そうかもしれません。こちらの企業の中には、感染から従業員を守り、ひいては会社を守るためにも公共交通機関ではなく自転車の利用に踏み切るところも出てきています。従業員が通勤途中に感染し会社で広がった場合に、業務にも大きな支障が出かねません。こうした需要を見込んで、ヘルメットや盗難防止のための鍵、さらに保険も備えた電動アシスト自転車を企業向けに貸し出すという新たなビジネスも始まっていまして、利用が広がっています。第2波の恐れもある中で、今後自転車がどう社会に定着していくのか注目していきたいと思います。はい、パリにあるヨーロッパ総局の藤井敏弘記者に聞きました。ビジネス経済です。昨日から各地で学校が再開されていますけれども、休校期間に注目されたオンライン授業について、その可能性と課題を考えます。マイビズ田中キャスターです。今朝のマイビズは、そのオンライン授業について IT ジャーナリストの三上洋さんにお聞きします。電話がつながっています。三上さん、おはようございます。おはようございます。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生徒たちの学習遅れが懸念されています。その対応策の一つとして、今後広がりが期待されるオンライン授業なんですけれども、三上さん、これオンライン授業と一言で言っても、大きくリアルタイム型とオンデマンド型の2つの方法があるんですよね。はい、それぞれ の特徴といいますか、いいところ課題を説明していただけますか？はい、リアルタイム型はですね、ウェブ会議システム、テレビ会議のようなもので
ですね、はい、これを使ってリアルタイムでやるものです。まあ、ウェブ会議システムでは例えば Zoom、Microsoft、Teams、Google Meet などというものがありますが、まあ、こういうもので先生と生徒がオンラインで、まあ、みんな同じ時間にやるものですね、はい、これであれば、まあ、対面の授業にこう近い形でできます、うん、で質問や意見交換というのを、まあ、その場で音やもしくは文字のチャットでできるというメリットがあります、まあ、ただし多くの生徒が一斉に同時にアクセスするわけですので、まあ、安定したインターネット環境が必要なんですね、うん、そしてもう一つのオンデマンド型、これは録画などをダウンロードして生徒が思い思いな時間にやるというものです、まあ、生徒が好きなタイミングで好きな場所で、まあ、動画や課題をダウンロードして、そして、リアルタイム型と比べるとですね、まあ、受信環境の負担が比較的少ないんですね、はい、まあ、これがメリットですが、デメリットとしては、まあ、対面の授業と異なる授業スタイルになります。なんか工夫を考えなければなりません、うん、それから生徒の履修状況、これをなかなか把握できない。それから生徒さんがに向けてですね、課題が多くなってしまうという問題があって、うん、もうすでにオンライン授業を進めているところでは、まあ、生徒さん、学生さんが課題が多すぎて大変だよという声が上がっています。三上さんご自身、文教大学の非常勤講師もされていますけれども、はい、三上さんもオンラインで授業を実践されているそうですね。そうですね、私の場合はですね、リアルタイム型で進めております。ウェブ会議システムを使っておりますが、まあ、思ったよりも学生の反応いいですね、40人前後のクラス、それから100人弱のクラスを2つやっておりますが、まあ、いずれもですね、出席率高くてネット上のトラブルも思ったより起きていないです。で、まあ、ただですね、学生さんや生徒さんの話いろいろ聞くと、一方的に話し続けてスライドだけを見せてやる授業っていうのは飽きてしまったり、なんか眠たくなるということを聞いているので、いくつか工夫をしています。まあ、例えばあえて5分間途中で休憩を入れてみたり、それから、スライドを淡々と見せるんじゃなくてホワイトボードを買ってきまして、家のところにホワイトボードを立てて、わざとこうアクションをつけながら説明して、書きながら説明するというようなこともやっています。で、まあ、でも、もちろんリアルタイム型で全員参加できるわけではなくて、ネット環境だったりトラブルで見れない人もいますが、はい、後で見られるように、まあ、オンデマンド録画でも見られるように準備はしています。今回新型コロナウイルスのこの感染拡大による突然の休校だったために、まあ、自治体や学校によってそのオンライン授業を導入したところ、そうできなかったところという格差も生じたと言われていますけれども、今後より広く導入されたための問題点としてですね、はい、改善するためにこうどういった動きがありますか。はい、まず大きな課題はですね、やはりネット環境ですね、うん、まあ、生徒たちの中には、まあ、当然自宅にネット環境がありませんという人もいます。はい、まあ、それからスマホが中心になっているのでパソコンがありませんという人も多くいます。またその契約しているですね、この通信データ容量がやっぱり少ない、オンライン授業にはとても足りないなどの問題が、まあ、いくつかあるんですね、はい、で、まあ、そういった生徒たちを支援するために今携帯電話会社ではですね、25歳以下の個人を対象として、まあ、データを最大50ギガまで、これを無償化して、購入料金を、まあ、補助する形が行われています、はい、もう一つ学校における IT 環境、それから先生側の、まあ、IT のリテラシーを高めましょうということも今必要です、うん、で文部科学省ではですね、昨年12月からギガスクール構想というものを打ち出して、今後2023年度までに児童や生徒に1人1台端末を整備する、それから学校のインターネット環境をきちんと整備するということを、発表しています、はい、ただこれはこの4月にスタートしたばかりですので、うん、まあ、なかなかまだ実際には今回のコロナの騒ぎにはギガスクール構想影響してないんですけども、うん、まあ、本年度中に全国で端末設備を完了できるように、まあ、
大幅に前倒してこのギガスクール構想を推進しようと。でそのために、学校現場にですね、情報通信技術者を配置する支援などの実現を今目指しているところですね。これオンラインでの授業となるとやはり気になるのがセキュリティ面なんですけれども、はい、この問題点はいかがですか。はい、まあ、セキュリティ面ではですね、このウェブ会議システム、テレビ会議システムにですね、見知らぬ人物が乱入して、まあ、暴言を吐いたり不適切な画像を映し出したり、そういった事件が起きているんです。はいはい、これ、まあ、ズーム爆弾と呼ばれる、まあ、問題ですけども、先日、日本では香川大学でもこのズーム爆弾が起きています。まあ、これ課題としてはですね、まあこういったウェブ会議の URL、それから ID、これをですね、参加者以外の人には分からないようにする、それから、Zoom というウェブ会議システムは今、セキュリティを少しずつ高めておりますので、管理者がきちんと設定をすれば、そういう部外者が入れないような仕組みはあります。なので、きちんとした準備が必要ということになりますね。三上さんご自身、実際にやってみてですね、これオンライン授業をより普及させるための何かこう手がかりというかヒントのようなものは掴んでいらっしゃいますか。はい、まあ今まで普通の対面の授業、これを IT 化するっていうんではなくてですね、オンライン授業にすればもっと能動的かつ一人一人の進捗に合わせた、学習ができるんですね。例えば生徒を飽きさせない工夫をしたりからメッセージ機能を使って文字で意見交換をさせる、それから資料をわざと音で朗読させるといった、まあ、生徒がきちんと学びに参加できるように、それから一人一人のとのコミュニケーションができるようにという環境づくり、これ先生側が結構新しいノウハウを覚えなきゃいけないところです。からもう一つ、公立の小中学校についてはですね、まあ、昨日から元の多くの都道府県では多くの元の対面授業に戻っていますが、まあ、今後新型コロナウイルスの第2波第3波が来る可能性もあるでしょう。まあ、そのためにはですね、まあ、生徒を少人数に分けた上で、一つは対面の授業、もう一つはオンラインといったようにこう併用していくような準備をした方がいいと思います。これオンライン授業というのはこう使い方次第ではまだまだ可能性があるように感じられましたか。そうですね、対面の授業と併用していくことで、まあ、生徒の方もより参加しやすく、より覚えやすい、学びに参加しやすいという実感があるとあります、まあ、でもこれ第2波第3波を考えると前倒しして子どもたちのそういうオンラインの環境を整備しておくというのは大切になってきますね。そうですね、学校のネット設備および、生徒一人一人に自分の端末を持たせるということは今すぐ始めるべきだと。そうですね、三上さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。今朝のマイビズは IT ジャーナリストの三上洋さんにお聞きしました。地球規模で猛威を振るう新型コロナウイルス、世界中の研究者がさまざまな角度からの調査研究を重ね、感染や重症化のメカニズムが少しずつ分かってきました。新型コロナウイルス、ここまで分かった。専門家に最新の研究をぐっと分かりやすくまとめてもらいます。三宅民夫の真剣勝負。新型コロナウイルスの感染メカニズムが少しずつ分かってきているそうです。分かれば感染予防やワクチン、薬の研究開発にもつながります。どのようなことが見えてきているのか、今朝は日本免疫学会の元会長で大阪大学免疫学フロンティア研究センター招聘教授、宮坂正幸さんに伺います。宮坂正幸さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。新型コロナウイルス感染や重症化のメカニズム、どこまで分かってきてますか。はい、分かってきたのは、このウイルスというのは人体に入りますと本当に一言では言えないような複雑なことをする、そういうことが分かってきました。はい、でも感染とか発症は、まあ、どうやってそういうメカニズムで始まってくるのかということが少しずつ分かり始めています。で今はそれをどうしたら止められるのかというところを世界中で一生懸命研究しています。
ああ、早速ですけど、その感染のメカニズムが分かってきているということでしたね。新型コロナウイルスが、人体に入るとどう感染することが見えてきてるんですか？これはちょうど鍵と鍵穴の関係といいますけれども、鍵と鍵穴、はい、ウイルスの上にある鍵が、私たちのある細胞の上にある鍵穴、それは ACE2 というタンパク質であるということが分かってますけれども、その ACE2 にくっつくと感染が始まるということが分かってます。 ACE2 っていうのが、はい、鍵穴になるわけですね。鍵の穴の方ですね。で、ここにまあウイルスが結合しますと、ウイルスが細胞の中に入って、ウイルスが増えて感染が始まる。はい。でこの ACE2 というのはもともと血圧と関係しているのではないかと言われてたんですけども、あまりそこはよく分かっていません。ただ今分かっているのは、この ACE2 があるとウイルスが入り込んでくる。でこのウイルス ACE2 というのは肺にたくさん、肺の中にたくさんありますので、肺炎を、このウイルスは肺炎を起こすということになっています。でさらに鼻ですとか口の中にもこの ACE2 がたくさんありますので、まあ、ウイルスはこの口や鼻にたくさん住み着くことになります。ACE2 という細胞にある物質がいわゆるウイルスを引き寄せる鍵の穴になっているということですね。まさにそうです。そうすると先生、どういう人がこの ACE2 をたくさん持ってるんだろうかと、ラジオ聞きの皆さんみんな気にかかってると思いますが。そうですね、知りたいですね。で、分かってることはどうもかなり個人差があって、多い方と少ない方がいるらしい。ほう。ただし顔を見てもお顔を見てもこの方が多いのか少ないのかは分かりません。ほう。ただし今分かってるのは、風邪をひく人、あるいはタバコを吸ってる方、すでに呼吸器の感染症を起こした方、こういう方には ACE2 がたくさんあって、まあ、そういう方はどうしてもこの新型コロナウイルスにかかりやすい、さらには重症化しやすい傾向もあります。ほう。呼吸器のなどの病気したことある方、タバコ吸ってる人、風邪ひきやす、私風邪ひきやすいんですよ。三宅さん気をつけてください。そう、体格とかはどうですか？あまりそこはよく分かってませんけれども、肥満というのが一つ関係するファクターかもしれないとは言われてます。と言いますのは、実は脂肪細胞にもこの ACE2 が発現してる。そうですか。世界での地域差みたいなのはこの ACE2 ってあるんでしょうか？はい、そういうことを調べてる研究もあるんですけども、まだ世界でこれが、確かにこういう傾向だということが認められているものまではありません。いや、最先端の研究は、宮坂さん、なんかすごく分かった感じがします。 ACE2 というものの存在が鍵になってるわけですね。そうですね。じゃあこの後ですね、どうしてその重症化、急に重症化する人がいますよね、それはどういうことなのか、それから薬とかワクチンどうなのかで、私たちが個々人で何か備えられることっていうのもあるんですか？あると思います。そこら辺のところ、ぜひ後半で伺いたいと思いますので。了解いたしました。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。三宅民夫の真剣勝負。今朝は新型コロナウイルスメカニズムはここまで分かった、新型コロナウイルスの最新の研究成果を日本免疫学会元会長、大阪大学免疫学フロンティア研究センター招聘教授の宮坂さんに伺っています。宮坂正幸さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前半の話、いや興味深かったです。 ACE2 という物質があってね、でそれがそのウイルスを招く鍵穴のような役目をしていると。はい。さあ、さらに分かっていることを教えていただきたいんですが、急激に重症化したりしますよね。そうですね。そこのところは何か分かってきてるんですか？はい、これも少しずつ今分かり始めてきました。はい。でというのは、まあ、重症化というのはどうして起こるのかということですけれども、まず一般に私たちの体の中には異物が入ってきますと、ああこれ危ない物質だよという警報を作る、警報の警報物質と言いますけれども、その警報物質にはその1、その2と、まあ、簡単に2種類あるとします、ウイルスが入ってきたことを知らせる物質が体の中にあって、それが1と2があるんですね。そうです、まあ、新しく作られると思った方がいいです。初めはほとんどないんですけども、異物が入ってくるとまず警報物質その1が作られて、危ないですよ、気をつけてくださいと。そうすると今度は警報物質その2が作られて、さらに次の反応を起こしてくれる。
はい、そうすると免疫細胞が、はい、ああこれはいかんと、気をつけなきゃいかんと、一生懸命働かなきゃと言って働き出す、はい、それによってウイルスが撃退されるという仕組みがあります、はい、でも問題はこの新型コロナウイルスというのがこの警報物質その1をなぜかあまり使わせない、そういう働きを持つ、使わせない、はい、であの本来は作ってくれないといけない物質がこのウイルスが入ってくるとうまく作れなくなる、何かウイルスにそういう仕組みがあるんですね、作らせない仕組みがある、警報物質その1が新型コロナウイルスの場合出ないということ、いや少しは作られるんですけど十分にできない、はあ、そうするとどうなるかというと知らない間にウイルスがどんどん今度増え出すわけです、でしょうね、警報物質が、まあまりないわけですから、で今度は体の方は、ええ、あのウイルスがどんどん増えてきた段階であっと気がついて、あこれはえらいこっちゃと、ええ、あってんで今度は警報物質その2を作るんですけども、うん、もう慌ててるもんですからその警報物質その2を作りすぎてしまう、はい、でこれがその結果我々の体の免疫細胞が刺激されすぎて暴走を始める、でこういう反応がどうも重症化に大きく関わっている、でこういうあの現象のことをサイトカインストーム、サイトカインというのはこの警報物質のことがサイトカインと呼ぶ物質なんです、はい、これが嵐のようにもう体中を吹きまくってしまう、その結果免疫細胞が働きすぎて炎症がひどくなって体中で炎症がひどくなって、まあ、それが重症化をする、こういうことになる、警報物質その2がたくさん慌てて出てそれによって体の中に炎症が起きてしまうと、そうです、で特にもともと炎症をお持ちの方は、例えば動脈硬化がある、糖尿病で膵臓に炎症がある、脳に若干の炎症がある、まあ、こういう方にはさらに、まあ、この、 あの警報物質がそこに働くものですから、はい、もともとある持病がさらに悪くなる、ですからこの病気では持病のある方が重症化しやすいということでよく分かって言われてましたね、はい、その仕組みの一つはこの警報物質2が作られすぎてすでに炎症を起こしているところに働いて、今までの炎症がさらに悪くなる、で体中に影響が及ぶ、及ぼされるということだ、そうするとあのその最新の成果をもとにこの後そのどう私たちがそれに対峙できるかっていう話を伺っていこうと思うんですが、そうですね、はい、今のところのメカニズムが分かれば薬とかはどうなんですか、そっからできてくるって、ね、はい、具体的にはじゃあこの警報物質その2が悪いことしてるんだったらそれを止めてあげたらどうかと思いますね、で今そういう研究が進んでまして、で、まあ、大阪大学の岸本先生のグループが作られたアクテムラというお薬がある、はい、でこれはまさにこの警報物質その2を、まあ、その2のうちの1つを止める物質なんですね、はい、でこの物質をあのアクテムラというお薬を使うと中国のデータでは重症化をかなり効率よく止められるという報告が今出始めています、うん、ただこのアクテムラというのはその警報物質その2の、まあ、いくつかあるうちの1つを止めるので、アクテムラだけでうまく効く場合と、アクテムラ以外のものも使わないと効かない場合、どうもいろいろあるよ、ああそうな、あのワクチンにそういう中で期待がかかりますけれど、ワクチンの開発の可能性は宮坂さんはどう見てらっしゃいますか、はい、これはもちろんあのこの病気は基本的にやっぱり我々の社会から追いやるためには、ワクチンができてこないと、まあ、そういうことにはウイルスの排除はできないであろうと私は思っています。でワクチンの開発は今どんどん進んでまして、はい、まあ、後方ワクチンと呼ばれるものが今年中にも出てきてますけど、まだこの今の後方ワクチンは現在は治験臨床試験と呼ばれるところで使われるもので、一般の方に使われるのはおそらく2年以上先になるかなというふうに私は考えています。この新型コロナウイルスの場合のワクチンの開発の難しさっていうのはどうなんでしょうか。はい、まずワクチンはあのいいワクチンですとそのウイルスに対する抗体をたくさん作ってくれる、あるいは体の中の免疫の仕組みをウイルスに対する仕組みをうまく強くしてくれるということがあるんですけれども、ただ抗体を見てみますと抗体の中には、まあ、ウイルスを殺すような善玉抗体、こういい役目をする抗体とかえってウイルスにくっついたまんまウイルスの感染性を強めてしまうような悪玉抗体、はい、あるいはウイルスに結合しても何にもしてくれない薬なし抗体とか、いろんなものがあるんですね、そうするとうっかりワクチンを打った時に善玉抗体だけができてくれたらいいですけれども、うん、場合によっては薬なし抗体や悪玉抗体を作ってしまうようなものも可能性としてはある、うん、ですから今の
臨床試験の段階では善玉抗体を作るワクチンをどうしても見つけた、うん、他の抗体を作るものはいらないわけです、はいはい、でこの過程がこれを見つけるのに非常にたくさんの時間がかかるということなんです。なるほど。残り時間1分ほどなんですが、はい、私たちが今できることっていうのは何なのか、先ほどあるっておっしゃいました、どうしたらいいでしょうか。そうですね、まあ、若干消極的な言い方になるかもしれませんが、まずはストレスを避けることです。ストレスを避ける。避ける。なぜかと言いますと、我々のストレスというのは、うん、免疫系の働きを非常に強く落とします。でウイルスの防御に必要な、まあ、もともと我々が体に持っている自然免疫という、反応がありますけれども、ストレスというのはこの自然免疫の働きを非常に強く落とします、はい、ですからウイルスに対する初期防御、まあ、ウイルスが入ってきた時に最初に起こる反応がストレスによって抑えられてしまいますので、まずストレスは避けたいというところですね、はい、あと20秒です、はい、あとはですね、やっぱり体を動かす、例えば朝日を浴びてウォーキングをする、はい、それをお風呂に入って血液やリンパの流れを良くする、こういうところもとっても大事なことだと思います。宮坂正幸さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。